名探偵、コナン名探偵、コナンテンプレート、名探偵、コナン映画作品名探偵、コナンヒーローの弾丸、名探偵、コナンヒーローの弾丸は、2021年4月16日公開のアニメ映画で、劇場版、名探偵、コナンシリーズの24作目にあたる。キャッチコピーは、一家、集結、引き裂かれた、運命、今、世界が動き出す。この真相、最高機密。2019年12月4日に、週刊少年サンデー2020年1号の市場で2020年4月17日、公開であることが発表され、公開されたビジュアルには、江戸川コナン、赤井秀一、羽田秀吉、世良真澄、メアリーらが赤に染まった姿のほか、秀吉の恋人である警視庁交通部の宮本由美も描かれた。第20作、純黒の悪夢で、劇場版に本格的初登場となった。FBI 所属の赤井が本作で5年ぶりにメインキャラクターとして登場する。真澄は初登場の第18作異次元の狙撃手以来7年ぶりの登場で前回同様に本作でもストーリーの中心人物の一人として活躍する。秀吉とメアリーは劇場版初登場で由美も第10作探偵たちの鎮魂歌で登場済みであるがこの時はセリフなしだったため、本格的には、秀吉やメアリー同様に本作が初登場となる。この3人も、赤井や真澄と共に、本作で、ストーリーの中心人物として活躍する。また、鈴木園子の母である、鈴木智子と、コナン本編中の特撮番組ヒーローである仮面、刃も劇場版初登場となる。真澄と同じく、異次元の狙撃手が初登場の赤井の変装した姿である沖谷昴も同様に本作で7年ぶりに登場するが、異次元の狙撃手の公開時点では、沖谷が赤井と同一人物であることは完全には判明しておらず、同作のラストシーンにてセリフで明かされたのみだったため、沖谷が赤井の変装した姿であることが判明して、以降の登場は本作が初となる。また、赤井の同僚である FBI 捜査官のジョディ・スターリング、ジェームズ・ブラック、アンドレ・キャメルは赤井と同様、純黒の悪夢以来5年ぶりに登場する。さらに、由美の親友でもある警視庁、捜査一課の佐藤刑事と、その恋人の高木刑事及び、めぐれ警部や白鳥警部、千葉刑事は第22作、ゼロの執行人以来3年ぶりの登場となり、園子の父で、鈴木財閥会長の鈴木史郎も第3作世紀末の魔術師以来22年ぶりに劇場版2度目の登場となる。脚本を担当した櫻井武春は当初秀一をメインに据えて脚本を書いていたが原作の青山剛昌が秀吉と真澄の出番を増やしたため櫻井から赤井秀一ではなく赤井一家の話だと指摘され赤井一家が全員メインとなる作品になった。本作の舞台は愛知県名古屋市で新空超電導リニアの駅として新名古屋駅と新岐阜駅が登場するが2005年まで同駅名を称していた名鉄名古屋駅と名鉄岐阜駅とは無関係である。なお、名鉄では港南駅の名称看板を期間限定で名探偵コナン駅に掛け替えるほか、名鉄百貨店本店のナナちゃん人形の衣装を期間限定で赤井秀一に変えるなどのコラボ企画が実施された。本作は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、後述の通り従来のプロモーションの予定からの大きな変更を余儀なくされ、公開日も当初予定していた2020年4月17日から1年間の延期が決まった後、2021年4月16日になると発表された。本作の公開翌日に放送されたテレビアニメ第12話、米花商店街、ダストミステリーは本作のプレストーリーとなっており、世良真澄と2年 B 組の担任がアニメオリジナルに初登場した。なお、このエピソードはもともと第975話として放送される予定だったが、上記の影響によりこちらも1年放送延期となった。小説版は小学館ジュニア文庫から2021年4月16日に発売され、赤井一家の特集と本作のストーリーガイドや、青山と長岡智香及び桜井へのインタビューが掲載された、名探偵、コナン赤井秀一シークレットアーカイブスプラス世良真澄、羽田秀吉、メアリーは2021年5月18日に発売された。劇場版シリーズの定番となっているエンディング後の次回作の予告は、今作でも放映された。エンディング終了後に、桜吹雪の中で、警視庁の建物が浮かび上がり、お前ら、出番だぞ。という松田迅平役の神無延年の声の後に、複数の男たちの、おう、という声が流れた。江戸川コナンと、毛利小五郎、毛利蘭と、少年探偵団は、4年に一度開かれる、スポーツの祭典、ワールドスポーツゲームスの東京開催を祝して、催されたスポンサーたちのパーティーへ、スポンサーを務める鈴木家のコネで参加するが、会場が突然停電し、非常灯がついた時には、園子の父、四郎の姿が消えていた。停電中に青白い火花を目撃したコナンは、鈴木会長は、スタンガンで気絶させられ拉致されたと推測し、犯人が会長の身柄を連行するために食事を乗せていたカートを使用したため、源太が食べ物の匂いをたどって、無事に会長を発見する。しかし会長には拉致される前後の記憶がなかった。捜査にやってきためぐれたちによると、同じく WSG スポンサーである三塚製菓会社の社長の身にも同様のことが起きていたという。コナンは15年前、アメリカでも同様に WSG のスポンサーが拉致される事件が起きており、3人目の被害者は殺害され、FBI によって解決したことを知る。FBI として事件を追う赤井秀一から捜査協力を頼まれたコナンは WSG 東京のために建造された真空超電導リニアが発射する名古屋で次の事件が起きると推理し、3人目の標的と目されるジョン・ボイドを護衛するため、園子のつてを利用してリニアの体験乗車に参加することを決める。一方、ミロックから密命を帯びた世良真澄とメアリー、世良も名古屋へ行く計画を立てていた。また、羽田秀吉は名古屋での仕事のついでに宮本由美をデートに誘い、彼女を家族に紹介しようとしていた。コナンはジョンから事件の調査を頼まれた小五郎と蘭、灰原と共に名古屋を訪れ、赤井や真澄と協力して、犯人を探し出そうとするが、そこには用意周到な犯人の罠が待ち受けていた。2019年11月27日から12月3日まで、公式ツイッターにて、情報公開のカウントダウンが行われ、6.113.912.25 というアルファベットに置き換えると、ファミリーとなる数字と引き裂かれたが、今、という文言が順次公開された。2019年12月5日には YouTube で特報映像が公開されるとともに、秀一、秀吉、真澄、メアリーが一堂に会する家族写真が公開された。2019年12月6日には USJ で2020年1月21日から6月28日まで開催されるユニバーサル・スタジオ・ジャパン2020内の名探偵コナンワールドにて、リアル脱出ゲーム、名探偵、コナンザエスケープヒーローの弾道と、ストーリーコースター、名探偵、コナン、ハリウッドドリームザライドに、赤井が初参戦することが発表された。2019年12月11日には、テレビアニメ、名探偵、コナンの赤井秀一と、沖谷昴の登場回をセレクトした、特別上映会、ヒーローの記憶。スカーレットメモリーが2020年2月に開催されることが発表された。2020年1月10日午前7時から1月20日午前10時まで本作の公開を記念して日本テレビの金曜ロードショー公式サイトで過去3年以内に放送済みの作品を除外した全15作からの人気投票企画が開始され、集計の結果第4作瞳の中の暗殺者が1位に選ばれ、同年2月7日に金曜ロードショーで放送された。2020年1月15日には赤井一家が結集する中、コナンやラン、灰原や少年探偵団に加え、FBI の面々や秀吉の恋人である宮本由美の姿が描かれたメインビジュアルが公開された。2020年1月24日発売の週刊少年サンデーエース3月号では、本作の公開に合わせて特製銀の弾丸 USB メモリが当たるキャンペーンが行われた。2020年3月6日から5月17日までサンシャインシティとのコラボイベント、名探偵コナン公と影の天空都市がサンシャイン60で開催される予定で、秀一と真澄が登場する謎解きラリーなどが実施される。2020年2月12日にはゲスト声優として女優の浜辺美波が出演することが発表された。2020年2月26日には本作の公開を記念して劇場版第13作漆黒の追跡者第18作異次元の狙撃手第21作から紅の廉価第22作ゼロの執行人の4作品が同年3月20日から Hulu で先行独占配信されることと3月6日から赤井一家にまつわるエピソード特集も実施される予定であることが発表された。2020年2月28日には主題歌が東京事変の新曲永遠の不在証明に決定したことが発表され、同曲を使用した予告編も解禁された。また、ウルービである、翌2月29日には、名探偵、コナンヒーローの弾丸東京事変、ウルーヒ映像が公開された。2020年3月9日には、ゲスト声優の浜辺が、東京都内のアバコクリエイティブスタジオで行われた、公開アフレコイベントに登場し、工藤新一役の声優、山口勝平もサプライズで登場した。2020年3月11日には、新一とコナンが自らコナンの秘密を紹介する劇場版シリーズ恒例のオープニングのスタイルで赤井が自らの経歴と秘密を語る本作の特別映像が3月13日放送の金曜ロードショー内で放送されることが発表され、トイストーリー2の本編終了後に放送された。新型コロナウイルスの感染拡大による新型コロナウイルス感染症対策本部の方針や、その感染状況を鑑みて、2020年3月6日から予定されていた劇場前売り券の発売が延期され、例年開催されていた完成披露試写会は中止が決定された。前者に関してはタブロイド型新聞、コネンスカーレットタイムズの公式サイトでの全面公開、後者については4月6日に、キャストが出演する特別番組の配信といった措置が取られる。2020年3月23日に発売されたキャンキャン5月号にはコナンと秀一のイラストを使った加湿ペーパー5枚セットが付録として付いており、紙面では秀一の特集が組まれている。また、4月23日発売のキャンキャン6月号には赤井の名言や名シーンが掲載された毎日秀一カレンダーが付録として付いており、紙面ではゲスト声優の浜辺と工藤新一役の声優山口勝平の対談も収録されている。読売テレビではテレビシリーズで秀一、真澄、秀吉の関わるエピソードの再放送が2020年3月31日から同年4月2日まで行われ、その枠内には本作の予告編がノーカットでも流された。また、2020年4月4日と翌週11日のレギュラー放送では、赤井ファミリーが出演したさざ波の魔法使いが再放送され、4月18日と翌週25日には誘拐された由美を助けるために、秀吉が奔走し、真澄とメアリー、秀一の変装した姿である、沖谷昴も登場する。太鼓を恋する名人戦が再放送された。さらに、読売テレビでは深夜番組、キューンでも応援企画を立ち上げており、浜辺へのインタビューやコナンの着ぐるみの出演、浜辺の直筆サイン入りポスターのプレゼントや、プロデューサーへのインタビューなどを行っている。前述のように、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた結果、2020年4月3日には公開延期が発表され、青山剛将による直筆メッセージが公開された。また、前述の特別番組の配信も見合わせることになったと発表された。2020年4月3日に発売された書コミ9号には、コナンと赤井の姿が描かれ、赤を基調にデザインされたヒーローのクリアファイルと同じ B5 サイズの安室透ビジュアルボードの付録がついている。また、同年5月20日発売の書コミ12号には、いるかもしれないんだそこに、この世で一番死なせたくない大切なやつが、という文字がデザインされた、コナンのビジュアルボードと、そんな顔するな、命に変えても守ってやるという文字がデザインされた、赤井のビジュアルボードが付録としてついている。2020年4月16日には、公開を待つファンのために、各配信サイトにて4月17日から5月6日にかけて、劇場版第1作から第10作までが期間限定で無料配信されることが発表されたほか、日本テレビのクイズバラエティ番組ザ・突破ファイルにコナンの着ぐるみがゲスト出題者、浜辺がゲスト回答者としてそれぞれ出演し、本作の宣伝も行った。2020年4月17日には前日と同じく公開を待つファンのために漫画アプリサンデーウエブリにて原作者青山剛将が制作秘話を直筆で明かす青いペン軸をはじめ原作の単行本1巻から59巻1話目までやスピンオフ作品を5週連続で無料開放する企画がスタートした。2020年5月7日に発売された雑誌ダヴィンチ2020年6月号では飯島博樹、高槻綾涼、瀬戸俊樹の3人が赤井兄弟の魅力をグラビアで表現しているほか、赤井兄弟の声を務める池田修一、日高のり子、森川智之、そして原作者、青山剛将へのインタビューが掲載されている。2020年6月8日には、公開が2021年4月まで1年延期されることが発表され、2020年12月2日には、公開日が2021年4月16日に決定したことが発表された。また、同日には過去作23タイトルを12発の弾丸に例えた12発のプロモーション企画、再装填プロジェクトが始動した。2021年2月10日には、日本での公開日に22の国と地域での劇場版シリーズ初の世界同時公開が決定したことが発表され、日本語、英語、韓国語、ドイツ語、中国語の5カ国語ボイスを織り交ぜた特別バージョンのオープニング映像が公開された。2021年2月24日にはコナンと赤井一家が集結した新ビジュアルが公開された。2021年3月15日には本作の舞台となる名古屋を盛り上げる企画、名古屋ヒーロカプロジェクトの第一弾としてコナンと赤井が名古屋弁で話す特報が公開された。2021年3月24日には、劇場版シリーズ初の IMAX、4デラックス、MX4D、ドルビーシネマでの同時上映が発表され、これらの上映限定で、青山剛将描き、卸のヒーローの再装填カードが先着20万人に入場者プレゼントとして配布されることが決定したほか、本作の上映関数が劇場版シリーズ、歴代最大規模の合計498巻となることが発表された。2021年4月28日発売のアンアンでは本作の特集が組まれ、赤井秀一役の池田修一、沖谷昴役の沖谷龍太郎、羽田秀吉役の森川智之、世良真純役の日高のり子、メアリー役の田中敦子や、プロデューサーの石山恵一へのインタビュー、作品の見どころ解説などが掲載されたほか、赤井秀一と次回作のキーパーソン、安室透が裏表紙を飾った。2021年6月15日には、本作と機動戦士、ガンダム先行のハサウェイとのコラボ企画が発表され、ガンダムシリーズでは、安室玲役を名探偵、コナンシリーズでは、安室透を演じている古谷徹と、ガンダムシリーズでは、シャア・アズナブル役を、名探偵、コナンシリーズでは、赤井秀一を演じている、池田修一がナレーションを務める PV と、江戸川コナン、世良真純、赤井秀一、ハサウェイ・ノア、シャア・アズナブル、アムロ・レイが描かれたコラボビジュアルが公開された。2021年4月17日には、東宝シネマズ、六本木ヒルズにて開催された公開記念舞台挨拶に、高山みなみ、山崎若菜、小山力也、池田秀一、浜辺美波が登壇し、公開初日の1日で、前作、名探偵、コナン根性の拳対比で 144% の好スタートを切ったことが発表された。その後、2021年4月17日と翌18日の2日間で、観客動員数112万2000人、興行収入16億900万円に達して、興行通信社の調査による映画観客動員ランキングで初登場第1位となったほか、公開初日の4月16日から3日間の累計で観客動員数153万3000人、興行収入22億1800万円となった。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月25日から東京都、大阪府、京都府、兵庫県に3度目となる緊急事態宣言が発令され、100サイト近くの劇場が休館を決定する中、公開2週目の週末となる2021年4月24日と翌25日の2日間で観客動員数54万9000人、興行収入7億7400万円に達して、興行通信社の調査による映画観客動員ランキングで第1位となり、公開初日からの累計で観客動員数が274万人、興行収入が39億円を突破した。前週と同様に緊急事態宣言が発令された影響を受ける中、公開3週目の週末となる2021年5月1日と、翌2日の2日間で観客動員数35万6000人、興行収入4億5200万円に達して、興行通信社の調査による映画観客動員ランキングで第1位となり、公開初日からの累計で観客動員数が404万人、興行収入が56億円を突破した。なおも緊急事態宣言の影響を受ける中、公開4週目の週末となる2021年5月8日と翌9日の2日間で観客動員数12万4000人。興行収入1億7700万円に達して、興行通信社の調査による映画観客動員ランキングで第1位となり、公開初日からの累計で観客動員数が423万人、興行収入が59億円を突破した。愛知県と福岡県が5月12日から、北海道、岡山県、広島県が5月16日から、緊急事態宣言の対象地域に追加され、5月31日まで宣言が延長される中、公開5週目の週末となる2021年5月15日と、翌16日の2日間で、観客動員数9万3000人、興行収入1億3500万円に達して、興行通信社の調査による映画観客動員ランキングでは、美しき誘惑現代のガガワ対に、首位の座を譲って第2位となったものの、公開初日からの累計で観客動員数が443万人、興行収入が62億円を突破した。沖縄県が5月23日から緊急事態宣言の対象地域に追加され、6月20日まで宣言が延長される中、公開6週目の週末となる2021年5月22日と、翌23日の2日間における観客動員ランキングでは5位に後退したほか、公開初日からの累計で観客動員数が457万人、興行収入が64億円を突破した。公開7週目の週末となる2021年5月29日と翌30日の2日間における観客動員ランキングでは4位に順位を上げたほか、公開初日からの累計で観客動員数が470万人、興行収入が65億円を突破した。公開8週目の週末となる2021年6月5日と、翌6日の2日間における観客動員ランキングでは3位に順位を上げたほか、公開初日からの累計で観客動員数が483万人、興行収入が67億円を突破した。公開10週目の週末となる2021年6月19日と、翌20日の2日間における観客動員ランキングでは8位に後退したほか、公開初日からの累計で観客動員数が504万人、興行収入が70億円を突破した。公開11週目の週末となる2021年6月26日と、翌27日の2日間における観客動員ランキングでは9位に後退したほか、公開初日からの累計で観客動員数が512万人、興行収入が71億7000万円を突破した。公開12週目の週末となる2021年7月3日と、翌4日の2日間における観客動員ランキングでは8位に順位を上げたほか、公開初日からの累計で観客動員数が519万人、興行収入が72億円を突破した。公開13週目の週末となる2021年7月10日と翌11日の2日間における観客動員ランキングでは初の圏外となったほか、公開初日からの累計で観客動員数が524万人、興行収入が73億円を突破した。公開14週目の週末となる2021年7月18日までの累計で観客動員数が529万人、興行収入が74億円を突破した。名探偵、コナンヒーローの不在証明は2021年2月11日から3月4日までの3週間限定で劇場上映されていた赤井一家に焦点を当てたテレビシリーズの特別総集編。同年1月20日に本作の上映決定が告知され、本編終了後に本作限定の新規映像、赤井秀一からのシークレットメッセージとヒーローの弾丸の新予告映像が先行して公開されることが合わせて発表された。今回の上映にあたり、コナンによるナレーションが新規収録されているほか、音響も劇場仕様に再編集されている。なお、上映開始から約1週間後の2月17日には、上映期間の延長が、3月1日には、上映劇場の拡大がそれぞれ告知された。また2月24日には、ヒーローの不在証明の上映後に流れている、ヒーローの弾丸の新予告映像を3月4日の21時に、YouTube でプレミア公開することが発表され、公開された。2021年5月11日より、Hulu で先行配信されることが決定した。キャッチコピーは世界を射抜く危険な一家総集編秘密の不在証明が今暴かれる。2021年2月13日と翌14日の2日間で観客動員数9万2000人、興行収入1億2600万円に達して、興行通信社の調査による映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。公開2週目の週末となる2021年2月20日と翌21日の2日間で観客動員数7万5000人、興行収入1億1100万円に達して観客動員ランキングで第4位となり、公開初日からの累計興行収入が4億円を突破した。公開3週目の週末となる2021年2月27日と翌28日の2日間で観客動員数6万8000人、興行収入1億円近くを記録して観客動員ランキングで3位に順位を上げたほか、公開初日からの累計で観客動員数が51万人、興行収入が7億円を突破した。公開4週目の週末となる2021年3月7日の時点で、累計の観客動員数が65万人、興行収入が9億円を突破しているほか、週末の観客動員ランキングで4位にランクインしている。公開5週目の週末となる2021年3月14日の時点で、累計の観客動員数が74万人、興行収入が10億円を突破しているほか、週末の観客動員ランキングで5位にランクインしている。公開6週目の週末となる2021年3月21日の時点での累計の観客動員数と興行収入は不明だが、週末の観客動員ランキングで8位にランクインしている。2021年4月15日の時点で、累計興行収入が12億円を突破している。名探偵、コナン映画作品。ありがとうございます。